バンドメイド日本。おかえりなさいませ、ご主人様、お嬢様。バンドメイドのギターボーカル小鳩ミクとボーカル佐伯です。この時間はハードロックバンド、バンドメイドのバンドメイド日本をお送りしていきますっぽー、はい、さあクリスマス直前だっぽー、今年のクリスマスは私たちバンドメイド無観客の配信アコースティックお給仕を開催いたしますっぽね、本当にいいと思ってる。予想以上にテンション低くてびっくりしたっぽ今。あれ、クリスマスって毎年何して過ごしてますかっぽ、さいちゃんは。毎年、うん、なんか必ずこれはしてるみたいな。特に特別なこともせず、うん、ちょっと美味しいものを食べるぐらいかな。そうだっぽね、うん、あ、でもそれは小鳩ともそうかもしれないっぽ。なんか特別にツリーを飾るとかさ、やらない。確かにツリー小鳩やってそうだけどね。なんかやりたそう。実家の甥っ子にはでっかいクリスマスツリーを今年は送りましたっぽ。なるほどね。甥っ子に楽しんでほしいと思ってもう。そう、なんか小鳩最近、うん、あのお兄さんね、お子さんが生まれて甥っ子くんができてからもう可愛くてたまらないっぽ、ね、思考が違うっていうか、うん、自分が楽しむよりも甥っ子くんに何かを与えるっていう熱量が、うん、もう見ついでる。言わなかった、見ついでるって言わなかった、うん、見ついでるから、うん、でもね、ちゃんと小鳩の影響でミッフィー好きになってるよね。そう、もうミッフィー見るとミッフィーってなんかわーって言うらしくて、すごいじゃん。クリスマスツリーもミッフィーの送りましたっぽ、うん、はい、大変だ。でも毎年ね、バンドメイド、うん、メンバーでな、必然的に集まってることが多いっぽね。クリスマスリハとかだよね。そうだっぽね。大体どっちかがお仕事がね、ありまして、あったりするっぽね。確かに。あえて集まるみたいなことはなかったけど。なかったっぽね。今年は、その配信でみんなでこう画面上で、そうだね、っていう感じだっぽね。オンラインで集合みたいな、ね。オンラインで集合。まあでも集まってるのに変わりはないから。うん、やっぱりクリスマスといえばクリスマスプレゼントがありますが、はい、プレゼント横流ししていくやつでバンドメイドのこう曲、うん、とかを流している人がいるかなって。あの音楽の？そう、でも私やったことないんだっぽ。音楽流して。音楽流して。プレゼントを。プレゼント交換みたいな。横に回してって交換するやつ。うん、なんかよく、なんでやったことないの？なんかビンゴとかだったっぽ、ちっちゃい頃も。ビンゴか。なんかすごいいっぱいみんなで集まって、ビンゴの景品にそれぞれがなってて、みたいなのとか、ボーリングとか。ボーリング？ボーリングで、こう優勝した人から番号が引けて、みたいな。そういうなんかもう。大々的なゲームなんだね。大々的なゲームの一つとして。お手軽な感じじゃないね。うん、そうだっぽね。私はこの音楽流して、うんうん、こう流していくやつとかはやったことあるから、うんうん、あ、でもバンドメイドの曲だと早くない？ちょっとバンドメイドの曲は無理じゃない？うん、ちょっと無理があるっぽね。なんかもうテンポにこう合わせるので必死になっちゃうっぽね、うん、から確かにないね。合う曲はない。それに合う曲もそのうちねできたら一本ね。クリスマスソングとかそうだっぽ、ね、ないから求められてたりするんだろうか。どうなんでしょうかっぽ。どうなんですか皆さん。聞いてらっしゃるご主人様、お嬢様がもしね、うん、クリスマスソングも欲しいって言ってくださる声が大きければ、ね、ね、いつか、いつか、かなみちゃんもね、あの、よし作ろうってきっと思ってくれるっぽ。そうだね、うん。かなみちゃんが意外とイベントごととか、あまり大事にするタイプじゃないんだもんね。うん、意外とね。なんかすごい大事にしそうな。そうそうそう。記念日みたいな、ね、そういう。そういうね。パーティーごと好きそうだけど、うん、そんな興味がないっていう。え、いつだっけって一番言うようなタイプだもんね。うん、ほんとに。だから、気が向くかわからないけど。そうだもんね。ご主人様、お嬢様の声があれば、うん。そうね。っていう感じかな。もし、欲しければお願いします。だそうですっぽ、はい。さてさて、話は、サンタクロース、うん。サンタクロースに、ちょっとお話したいんですけどっぽ。サンタクロースの乗る、空飛ぶソリを引くトナカイって、はっといて、名前も決まってて、トナカイさんの。レギュラーが。レギュラーなのね。名前も決まってるらしいですっぽ。あの、今、ここの、紙書いてある、カンペに書いてあるんですけどっぽ、うん。ダッシャー。ダンサー、プランサー、ヴィクセン、
ダンナー、ブリッツェン、ブリッツェン、キューピッド、キューピッド、コメット、コメ、コメット、コメ、コメットっていうハットらしいですぽ。なんか競馬にもいそうな名前だっぽね。なんでもなんでも競馬にやってくるんだよ。脳内がもうダメだっぽね。トナカイだっつもう有馬記念になってるっぽ頭が。キューピッドってすごくない？すごいね。サンタさんがキューピッド引き連れてんの。うん。一頭。一頭。やば。それぞれに役割とかありそうじゃん。ハットみたいな。じゃあダッシャーは？ダッシャーはなんだろう。なんだろうね。三。うん、元気そう。ああ健康おうおう。ダンサー。3、2。芸能とかそういう才能。プランサー。3。学力。なんて学力。学力を向上してくれたり、こう知恵ああ、ビクセンは。あ、詰まってきたっぽ。3。ビクセン。センス。で、キューピッド恋愛とかね。そういう。コメットよ、コメット。コメット。コメットなんだろうっぽね。わかんない。でも頭良さそうだね。うん、君の中でみんな頭良さそうになってない？そうだね。もうトナカイ自体ちょっと頭良さそうじゃんぽ。気品あるし。そうね。なんかうん、SF っぽいよね。うん、SF 言ってることわかるっぽ。ねえ。うんうん、確かに。だって。サンタクロースってサイちゃん信じてたっぽ？ちっちゃい頃。まあ。まあ。でも、小3、まあの時に、うん、絶対に私は見た気がするの。あ、で、知らないよ。現実か夢かは知らないけど、見たという記憶がある。あるんだね。から、うん、小6ぐらいまでは言い切った。うんうん、見たって。見たからいる。っていうので、言い切ってたのはあるけど、うん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 、まあその、言い切ってただけです。え、サンタさんはいるっぽ。だって、お手紙出してたっぽ、コバト。今も？今はさすがに出してないけども。いつまで？小学校終わるまではずっと出してたと思うっぽ。小6ぐらいまでは多分毎年本場に本場のフィンランドだっけ、うん、グリーンランド、あれどっちだっぽ。フィンランドなんじゃない。サンタさんはどっちだっぽ。まあでもフィンランドでしょ。送れるこうちゃんと、うん、あるよね、書いて住所あるんだよね。そうだっぽ、そうだっぽ。そう、大人になってから知ってよ私そんなの。あ、本当っぽ、うん、小さい頃にお母さんに教えてもらってサンタさんにお手紙送れるんだよって、送るって言って送ってたっぽ。ガチで、ガチで。その小バトならありそうじゃん。なんか信じてはないけど、うんうん、信じてるふりする子供のふりみたいな。こら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 やめろっぽ。なんていうの。え、でもあの、サンタさんは絶対にいるって思ってて、その実際にその送って、お手紙返ってきたりとかもしてたから、うん、すごい読めない。いると。英語でね、うん。返ってきてたから、これは、いる、うん。親がそんな英語を書けるわけないって。謎の。親ばっかり言ってた。失礼だっぽね。親も英語ぐらい書けたと思うっぽ。だし、その、なんだろう、そこまで、とても裕福っていう、うん、あれ、だ欲しいものとかも我慢しなさいって結構言われてたりとかしてたから、うんうん、クリスマスにそんな欲しいものくれると思ってなかったっぽ。頑張ってくれてたの。だから、サンタさんがきっと親に、まあ、親に渡して、そう、渡してるんじゃないかって勝手に考えてたっぽ。なんか、けなげな子供だな、なんか考え方が。なんかでもちょっとずれてるっぽね。なんかね、うん、いや、お前らしいよ。よかった、私変わってなかったっぽ。ぽいぽい。うん、でもそんな感じでしたっぽね。あ、コロナ禍でサンタさんも大変らしいっぽ、はい、ニュースでやってたっぽ。え？やっぱ結構年齢層が高いから、うん、サンタクロースさんって。そうですよね。コロナにかかられた方とか結構いらっしゃったみたいで。うん、そうなんだ。大変だったんだね。大変らしいですぽ。結構なんかネットニュースで見たっぽ。あら、じゃあ今年はより、うん、よりね、そう、ご両親の協力が必要だとね。そういうことですね、うん、でもいい子にしてたらね、きっとサンタさんは皆さんの元にちゃんとやってきますから。そうだそうだ。でも実際にいるのは事実ですからぽ。それは事実、うん、事実事実だから。そうそうそう、いないなんていなくはない。ダメだぽ。その、うん、実際に来てるかどうかは、ちょっとね、わからないけど。まあ、まあ、でもほら、日本の代理のサンタクロースもいるかもしれないし。いるかもしれないから。うん、そうそう。そうそう。きっとね、まあ、こう、トナカイに乗ってね。そうだね。そう、来るっぽ。はい。ということで、じゃあ、そろそろ
メッセージを、うん、はい、読みたいと思いますぽ。はい、はい、ラジオネームゆーみさんからいただきましたぽ。ありがとうぽ。ありがとうございます。今私の家族ではモノマネが流行っています。いろんな俳優さん声優さんのモノマネを家族で競い合ってます。幸せな家庭だぽ。すごいねそこでぜひ皆様のマイブームを教えていただきたいです。あとモノマネができたらでいいのですが何かやってみてほしいですすごいの来ましたぽ。モノマネ、私さ、うん、そうキャラモノとかじゃない、うん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 、やつじゃない、私がやるのって。確かに。本当に誰もわからない。身内しかわからない。身内の人のモノマネをね。そう。あ、私もそうだっぽね、それで言うと。そうそうそう。かなみちゃんのマネとかよく二人でしてるっぽね。そう、かなみちゃんに話すときに、うん、かなみちゃんのモノマネで話すっていうのは。なんで真似するのそう、そういう、あの、声高くしてふわふわするっていうやつとかはあるから、うんうん、あの、皆さんに面白さが伝わるようなモノマネはないですね。ちょっと難しいっぽね。ぜひ、この人のお箱を教えてほしいっぽね。このゆうみさんのお箱は、うん。そうそう。声優さんのモノマネとかすごくない？すごいっぽ、すごいっぽ。すごいよね。うん。みんな耳がいいんだね。ね。うん、でも鍛えられてるってことじゃないっぽ、家族で。うん家族で。家族で。トレーニング。トレーニングの一種だっぽ、ね。でもトレーニングになるっぽね。やっぱそうやって声を聞いて真似するっていう、校内のこうね、感じとかね。すごい。面白い。歌とかうまそうっぽ。ね。うん。なんか、そんな家庭にしたいなって思うわ。ね、ね、素敵な家庭。将来ね。よかったですぽ。ね。はい。では、ここで一曲いきたいと思いますぽ、うん、はい、クリスマスの配信のお給仕でもこの曲をアコースティックでね、うん、アレンジしてやるので、はい、ぜひ違う感じもね、はい、楽しんでもらえたらと思いますぽ。聴いてくださいぽ、はい、バンドメイドでページ。バンドメイド日本。バンドメイド日本、あっという間ですがお別れのお時間ですぽ。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。はい、うん、さっきこう、うん、質問読んで、うん、今思い出したんだけどぽ、うん、謎に小さい頃私、うん、猫とか犬のモノマネは親に練習させられてたっぽ。なんだ練習、うん、やってみてって言われて、違う、やってみて猫言われると恥ずかしいぽ。3、2、1、ミャーン。お、うまいじゃん。よかった、褒められた。はい、ここでバンドメイドからのお知らせですぽ。いいのかな、これで。12月25日、クリスマスにアコースティック配信お給仕、バンドメイドオンラインアコースティックを開催決定していますぽ。はい、来年2022年1月31日にオフィシャルスコアブックバンドメイドオフィシャルスコア4アンシンワールドの発売が決定しておりますぽ。こちらもね、すごい濃い内容のものとなっております、うん、楽しみに、うん、はい、よろしくお願いしますぽ。私たちの楽曲センスがテレビアニメプラチナエンドのオープニングテーマとなっております。こちらも引き続きよろしくお願いしますぽ。コバトは TikTok をきっと頑張っています。どうなんでしょう。はい、確認してくださいぽ。番組では皆様からのメールを募集していますぽ。質問や番組を聞いての感想、サイちゃんに解決してほしい人生相談も送ってくださいぽ。はい、受付メールアドレスは bm@1242.com までお願いします。ツイッターのハッシュタグはすべて英語でバンドメイド日本ですぽ。番組の公式ツイッターアカウントもあるのでフォローしてみてくださいぽ。ここまでのお相手はバンドメイドの小鳩ミクと佐伯でした。いってらっしゃいませ、ご主人様、お嬢様、バイバイぽ。バイバイ。